どうしたんだ？そんなに浮かない顔して。さては、学校で嫌なことでもあったんだろう。そんなんじゃない？餌つき。お前のお兄ちゃん、何年やってると思ってんだ？お前のことなんて、お見通しだよ。いいから、何があったの？お兄ちゃんに言ってごらん。なんでもない？お前ってやつは、すぐそうやって、痩せ我慢しちゃうんだよな。ったく、そういうとこ、昔から変わらないんだろ。なあ、お兄ちゃんにまで遠慮すんなって。ほら、ここ座って。そう、ここ。こっち向いて。ほーら、お兄ちゃんの顔見て。お兄ちゃんの目を見て。お前が小さい頃だって近所のいじめっ子から守ってやったろ。相手はお兄ちゃんより年上だった。体も大きかった。それでも妹のお前を守るために頑張って戦ったんだぞ。それからいじめっ子はお前のことをいじめなくなった。お前だって覚えてるよな。だろ？だからお兄ちゃんに任せなさい。学校に行きたくない？辛かったな。よく頑張った。お前は偉いよ。本当によく頑張った。もう心配しなくていいぞ。そういうことならお兄ちゃんが学校の先生とか相談してあげる。当たり前だろ。お前は俺の妹だぞ。またあの時みたいにちゃんと守ってやるから安心しろ。よーしよしよしよし。お兄ちゃんに話したら落ち着いてきた？そっか、それならよかった。
父さんや母さんには話すのか？お兄ちゃんは父さんや母さんに話した方がいいと思うな。まあでも勇気いるよな。頑張ってみる？わかった。お兄ちゃんはお前のことを信じる。その代わり、辛い時はいつでも言うんだぞ。約束。何も心配しなくても大丈夫だからな。いつだってお兄ちゃんが守ってやるからな。チャンネル登録をして、次の動画もちょっとだけ見てみない？